ルズファイト。お久しぶりです。はい、お久しぶりでございます。どうしたの？どうしたの？どうしたの？なんでいなかったの？ちょっと忙しくて。人気者すぎて。いやいやいや、そんなことない。しまじが人気者すぎて、あの時間が取れなかったの。いやいや、そんなことない。ちょっとだけ忙しかったですね。七瀬ファンが待ってましたよ。誰もいないですよ。いやいやいや、ここにはなくて画面の向こうで七瀬ファンが待ってましたよ。あ、本当ですか？ありがとうございます。久しぶりの。カバン元ももやるんですか？ちょっとこれ地面に置きたくなくてね。あ、お気に入り。確かに、でも安いけど置きたくなかったの。あ、そうなんですね。まあ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 、ね、最近調子どうなんですか？悪いっす。悪いっす。相変わらずこの番組だけ見てくれてる人はよくわかると思うんですけれども、うん、私スーパー雑魚キャラですから、うん、それ知ってます。ほいそれ知ってます。この番組上私は雑魚キャラですけど、すべ、うん、ての番組上で雑魚キャラじゃない。いや、最近は雑魚対雑魚みたいな。じゃあ本当に今年に入って私動画結構強いです。動画はでしょ。動画はですよ。実践は負けてるイメージは。動画がすべてでしょ、私たち。そうだね。そう、見てる人はそれしかわからない。そうなんです。だから、まあ、そう言われたらもう私もうどうしようもないや。じゃあこの番組ちょっと相性があまりよろしくないで、でも最近ちょっと上がってきてるっていう風には聞いてるんで。そうなの、そうなの。ちょっと今日頑張ってもらいたいなって。そう、前回前々回個人的にはプラスだから、うん、そう、それを今日も出してもらって私が総取りをさせてもらうっていう今回そういう回なんですよ。この間負けてる上に総取りされたからな。え、私にですか？そうだよ、そうだよ。私にだけでしょ。そう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 、だからその恨みは忘れません。なんかちょっと仲いい番組になってきてるんで、ちょっと違うじゃないですか、ガールズファイトってそんなことないよ。全部あれやらせなしでガチだからさ、うん、もっとバチバチしてる番組っていう風にね、皆さんでもそう思ってるはずなんで、まったり終わられたら面白くないじゃないですか。こんなの言ってるけど、しずちゃん優しいんだもん。だって明らかに、あ、そう、あれ哀れか、哀れみってことか。展開が悪い私にジュースごちそうしてくれるんですよ、うん、そうそうそう、しずちゃん優しいと思ったけど、それはその序章にしか過ぎないわけね。後で取り、そうです、全部取り上げるからこんなもん買っておこう。これ飲んで頑張って出してねっていう意味なんで。それ私がもらうからってこと。そうです、そうです。やっぱりね、ブラックマナーはね、健在ですよ、うん、そんな感じですよ、うん、もうルールは分かってるよね。ルール分かってます、うん、13時から18時までの5時間実践となります、はい、で、まあ、勝った人が最後の運命の道を決めれるわけです、はい、私にあのファンの人っていうか、まあ、ツイッターにね、ワイさん箱持つ係でしょって言われてんだけど違うから引けないとなかなか係とかじゃなくて負けてるだけだ。一回も見たことないですか？あ、ありますよ。あ、1回、あ、1回だけ、はい、乗り打ちです。もう半年が終わったのに一回だけ、毎回出てるのに一回だけ。そうそうそう、だからその動画見てる人は私が箱持ち係だと、うん、違う、これは負けた人が箱を持つ役なだけで元から決まってるわけではないですよね。そうな、箱持ったことない。ムカつくね。今日も好きで、でもまだ2回しか出てないよね。そうなんです。今日私3回目なんで、言ってもあんまり大きな口叩けるほどでもないんですよね。今日はちょっと頑張ってババンと大きい数字を狙えたらなと思ってます。でもだよ、この間ののとの対戦の時は平日だったってこともあり、うん、稼働がやっぱちょっと落ち着いてたの。なるほど。だから結構選べたのさ、うん、メイン機種の絆とかも取れたりしたの。はいはいはい。結構人とかも回転しててね。でも今日は3連休の中日っていうことで、そう、ちょっとね、カメラマンさんがさっき店内の方を見てきてくれたんですけれども、ちょっとこの台を打ちたいぞっていうの言ってられないぐらいの稼働を。そうですね、店内も満台だし、満台に近いし、なんなら駐車場、屋上までほぼほぼ埋まってるっていうね。そういう中でですよ。そんな状況でですよ、うん、台、空いてる台が果たしていいのか悪いのかって言われたらさ、もうかかってくるのは引きだけになって、ね、だからまずは台をどうするかっていうところもそうですし、うん、でそれでやれるかどうかっていうのも分かんないっていうだね。だいぶドキドキする一日ですね、本当に。でも何が空いてるかが全く分からないので、うん、入ってからもお楽しみだね。そう、なんなら打っちゃいけない台触っちゃうかもしれないですね。そう、それの場合はもう全モザイクでお届けしますんで皆さん音声のみでお楽しみください。そう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 、こんな感じになるかもしれません ね。はい、ということで、それでは早速行ってきます。行ってきます。稼働がどんなのか、まず何が空いてるか、開けたやるかな。開いてない。ちょっと拷問邪魔、ちょっと前回のののを見てどうかなと思ったんですけど、開いてない。マジで稼働 99% ぐらいじゃないですか、本当に。あ、厳しい。
マギ、ちょっとパドマギ最近敬遠してる機種なんですけど、私が打つとラッシュがないっていう。でももうしょうがないです、本当に選んでられるほど台がないので、パドマギで頑張りたいと思います。コードギアスは満んない。ゴッドだったんですけど、空いてると思ったら満台でした。満台です。窓前木南国さあ4171枚、最高。空いてないんで、とりあえず南国でスタートしたいと思います。霊薬がよく落ちる。3回目いいな、急いで始めます。手をつなぐチャンス、強者決めるわ。じゃあ私も。なるほど、あスイカの落ちはいいし、でもでもだね。発展、これは共通の分ですね。発展、弱いですね。また忙しいな。チャンス目はどこ行ったんだい。まとめて見てくれないか、どっちにしようかな。これだ、有名ルーレット。おお、4回目にしてちょっと期待できそうだ。お、よかったよかった。4回目にして初のマジタレ。いきます。とりあえずね、レアやつ引きすぎ。緑。お願い。ダメですか。キョーベルか、キョーベル。でもなんかゲーム数的にもさ、ボードエンド天井のこれってうまく重なった時って合わせて出される感じだろうか。おいたり世界王国。タイトルが青。少しはやるじゃない。不安。わかった。ってことで投資4本230ゲームで当たりました。どうしよう、何にしようかな。チャンス告知します。We'll be right back.
ということでですね、ちょっと前回までのドキドキ感を忘れちゃっているんですが、まあ、出玉を総取りできるようになるのか分かんないですけど、まあ、頑張っていきたいと思います。南国物語、もう南国物語の勝率自体がすごくいいんですよ。私が空いてる台がほとんどなかったので、まあ、この台朝一連チャンしていますけど、1回スルーしても89回転、まあ、うまく引っかかればなと。この台レギュラー4回なんですけど、こっちに移動、今131円、こっちに移動したいと思います。早速で申し訳ないですけど、ちょっと移動してきました。角台に座ってたんですが、角台の隣の隣の台でございます。今1000回転回ってる状態で、4回レギュラーボーナス引いてる。で130ゲームちょっとですかね。この台でビッグを狙います。お、当たってる。先越されました。今回はだけはね、ほんと達者の後輩なので、ただ内心やべ、酒に当たってるだっていう。ようやく回りました。最近スロットでは、コードギュースしか出し打ってないんですよ。で今日もゴッドハーデツ狙いだったんですけど、ダメだったらボードギアス打とうと思ってたんですけど、ボードギアスが満台だったんです。なんであんな人気かなってぐらい、どこも1ヶ月も触れないんですけど、今日どっかのタイミングでギアス触れたらなと思ってます。今日私の一番の見せ場はこの後の南国なので、それをスルーするとまた当分カメラに映れないっていう。映すとこがないもんね。流すものがないから、それはしょうがない、自業自得。ハトちゃんつけます。ハトちゃんっていうのかな、名前パトちゃんで合ってるか分かんないですよ。パトパト言ってるんですよ、ハトちゃん。絶対超飛ぶ、超超大丈夫。嘘でしょ。戦う怖くない。ああ。
めて見た初めて見た。頑張って打ちます。やめようと思ったけど。まあ知ってましたけど、あれこれってさプラス1個かな。分かった。プチポが裏ボーナスがいい。大丈夫、信じて。なんだどっちだ。えい、あー、ただのエピソード。残念残念、ワルプルもついてきませんでした。全額に費やせないと。バカだからさ、ちょっと金戻せとかすぐ食ったらね、ごとに。おう、よかった。ついてきました。あいつもそれでよかった。だよね、何も引いてないもん。あ、そうだっけ、ついてこないよね。たまたまラッキー。ラスト、お、32回転目で、ギリギリ32。よかった。これは ラストです。ミスト1回、レギュラー1回で216枚。確認何もありません。
ガジンジャンバリ関東版、皆さん見ていただいてますか？ジャンバリ .tv 全面協力のもと、プレイヤーが知って得する情報が載っています。ぜひお近くのホールでゲットしてくださいね。ね、たくさん黒バラの漫画も載ってるぜ。